込みは嫁ぎ先で、嫁いでっからね。じゃあ、嫁ぎ先も名船の関係やってたんですか？あのね、まあ早くは内職ですね。あ、内職でね、床屋してたからね、その合間に、お母さんがやってたんですよ、引っ込み屋。で福島さんも歌子さんも覚えなさいみたいな感じ、まあ自然にほらね、毎日のあれで。じゃあそれはもう嫁がれてすぐくらいからですか？もうそうね、金婚式過ぎたから、もう長いですよ。長いですね。20歳代で結婚されたですか？そうですね。いや、ご主人はあれだ、歌子さんのそういう作業脇でずっと。あのね、あのお父さんも若い時はこの大佐の方専門にしてた。あ、ご主人も引っ込みを、引っ込みの声かけるでしょ、私たちが、かけたこの大佐は全部お父さんがやってた。お佐藤氏ってやつですか？ああ、そうですか。そう。